一度お笑いの世界で頂点を目指したい。松本幸一郎の中に芽生えた気持ちは抑えることができなくなりました。勝っても負けても最後と決めた試合、ザ・ブルーハーツ月の爆撃機、リングに向かうこの曲、聴くのが最後になりました。さあ、そのベルトを挟んで両者が記念撮影に応じています。挑戦者長倉辰直は初めてのタイトルマッチです。残る時間が少ない。ここでゴング、第1ラウンドが終了です。松本顔されましたね。当たってるね。今両者ともそれほどテイクダウンに、あ、左踏み込んでいく、右返した、サイドパンチ、さあ打ち上げ、右フック、アッパー、アッパー、右フック入りました。松本、さあコーナーに押し込んでいく、長倉も下がらない、長倉も下がらない、はい、左返す、はい、左返す、打ち合いになりました。松本選手のパンチめちゃくちゃ重いんでね、はい、左行く、危ないですよ、危ないですよ、これは滑った、これは滑った、さあ起き上がるだろう、いや打ち合いいきますね、打ち合いになりました。どっちが倒れてるか、笑っている、笑っている、2人とも笑っています。いやいい、ナイスファイト。まああんまり細かいこと考えず思う存分やってほしいですね、特に松本にとっては最後のリング、いやすごい、右入った、入ってると思いますね。浅めですけど入ってますよね。はい、すぐに立ち上がります。松本ローキック、すごい試合になりました。右右右右右右入ってる、あっと滑ったか、打ち合いだ、打ち合いだ、聞いたか、聞いたか、聞いてますね、長倉聞いてるか、長倉さん聞いてますね、聞いてますね、テンプに頭入りましたね。そうですね、振り抜いた、振り抜いた、さあ追いかける、追いかける、左右、さあフラッツ入れる、松本がパンチを振ります。最後の力を振り絞る松本、サイドのリング、サイドのリング、さあどうだ、あータイトルを掴んでいる、トランスを、もうちょっと意識は、あそうですね、ちょっとこれ長倉、あ右、右、止めて、止めた、止めた、松本殴り勝ち、防衛、最後のリング、殴り勝った松本幸一郎が殴り勝ち。しかしこのすごい殴り合い、最後制したのは松本でした。そうですね、はい、素晴らしいと思います。はい、はい、いや長倉さんも見事だと思いますね。今日もって僕格闘技を引退します。でも総合格闘技っていう競技が、このディープっていう団体が大好きでした。もう格闘技で復帰することは 100% ないですけど、でもいつかお笑いの道で頑張って売れて違う形でこのリングに帰ってきたいと思います。それが今のもう一つの夢です。今までありがとうございました。